おはようございます。ラブ川崎始まりました。はい、さあ今回はこの方にお越しいただいております。はい、おはようございます。おはようございます。川崎市長の福田です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。今日忙しいところすいません、ありがとうございます。ありがとうございます、よろしくお願いいたします。今日はあの最後までお付き合いいただける、はい、ということで、はい、いろいろお話を伺えたらと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日も川崎の情報満載でお届けします。ラブ川崎スタートです。はい、福田市長、はい、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。そう言いたいところなんですが、あの9月の末にね、そうですね、はい、お会いしまして、あ、はい、そうなんですか、はい、バスケットボールの B リーグのそうなんですよ、開幕戦で等々力アリーナでお会いしました、はい、お写真がオフだね俺。いや、あつちゃんプライベートで来てくださって、はい、川崎応援しに来てくれてですね、一回ちょっと見てみたかったので、こんなチャンスはないと思って行ったら盛り上がってましたね。いや、あつさんのね、川崎愛をすごい感じました。ありがたかったですね。あちらです、あ川崎愛が、はい、それでは今日の特集に参りましょう、はい、今日はこちらの方です。はい、山本修子がお伝えいたします、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。さあ市長、あの修子さんなんですけども、はい、実は川崎の大学に通う現役の女子大生です。はい、嬉しいですね。はい、多摩区の大学に通っております。もう大体分かってしまいました。同じと大学分かってますね。では今日の特集をお願いします。はい、今日はですね、川崎の秋のスイーツをご紹介いたします。女性はね、スイーツ大好きですよね。嬉しい企画ですね。福田市長、川崎には美味しいスイーツのお店たくさんありますよね。たくさんありますね。北部から南部までずらっといいお店揃ってますから。甘いものお好きですか。大好きです。じゃあどうぞご紹介していきたいと思います。はい、ということで今回は川崎市を3つの地域に分けまして、うん、その中でも川崎の名産品に認定されているお菓子のあるお店からセレクトした秋のスイーツを、しごさん、はい、市長来てるところでこの辺とか入れてくれる。申し訳ございません。私の方で、そうなんです、私の方でちょっと勝手に分けさせていただきました。独断で分けたってことね。この辺ってこの辺大体この辺行ったあれ全部いいんじゃないかな。分けました。楽しみですよね、どんなお店が登場するのか。ではご覧ください。まずご紹介するのが北部地域からモンタナ洋菓子店さんです。お、うん、あ、店内綺麗ですね。はい、いらっしゃいませ。いいね、ロケをとことん楽しみしてるですね。そうなんです、ちょっとね、何しているの。可愛かったので制服が、うん、でも似合ってる、ね、似合ってますね。あ、本当ですか。着てるな。あ、ちゃんとお手伝いもしたんですね。はい、並べ直します。これ全部で何種類ぐらいあるんですか。そうですね、生菓子の方で25から30ぐらいあります。そんなにたくさんあるんですね、はい、すごい、どれも綺麗で本当に美味しそうですね。こちらでは創業当時から人気のスイーツがあるんです。その名もダミエ。ダミエダミエです。チョコのスポンジとコーヒーのスポンジの間にバタークリームで塗ってあります。あ、美味しい。この上のチョコレートもすごい滑らかで、はい、あのコーヒーとチョコレートよく合いますね。そうですね、やっぱバタークリーム美味しいですね、はい、このバタークリームを味わいたくて遠くからわざわざ買いに来る方もいらっしゃる。懐かしいですし、うん、ダミエブローチですね、これ。そうなんです、可愛いですね。これやみつきになりますよね、はい、皆さんあのやみつきになってハマります、うん、食べたいな。はい、かわいい。かぼちゃのプリンでございます。ハロウィンのかぼちゃのプリン、はい、かわいい。召し上がりください。わー、すごい。うん、濃厚ですね、はい、かぼちゃの甘みと、うん、下にあのキャラメルソースがあるんですが、うん、そちらの苦味といいハーモニーに口の中で溶け合う感じです。かぼちゃの種の食感も楽しめる。パリパリ、ね、かわいいですね。そして忙しいのは重々承知でお手伝いをさせていただきました。無理言ったね、だいぶ。すいません、本当に。あ、でも上手。結構最高。最高。上手ですよ、ね、ありがとうございます。これがね、ちょっとお店に並んだかどうかはわからないんですけど、うん、並べないでしょうね。あれ、ダメかな。続いてやってきたのが新いわきかしほです。南部地域ではこちらをご紹介したいと思います。入ってきた瞬間に和菓子のいい香りがしますね。 ありがとうございます、うん、昭和6年に開業いたしまして、今年の12月で85周年になります、はい、秋の上生菓子を作っております、はい、そういうことか。
すごい綺麗になりますよね、おーってね。モンブラン大福です。モンブラン大福、はい、モンブランの味の大福ってことですか？モンブランを大福にしちゃったんです。モンブランを大福にしてる、はい、どういうことだろう。見た目モン、これがモンブラン大福でございます。え、普通にモンブランじゃないですか？でも大福なんです。え、どこに大福があるんですか？でも大福なんです。こちらはなんと栗あんと生クリームがたっぷり入った大福の上にマロンペーストが乗った和洋折衷のスイーツ。すごい贅沢、大きいんですよ。食べ応えありです。うん、うん、香りがすごく広がってめちゃくちゃ美味しいです。ありがとうございます。滑らかですね、この上のペーストも。お茶飲みたい。続いてはこちらの秋スイーツなんですが、うん、どうぞ召し上がってください。うん、美味しい。さて問題です。この中にはある秋の味覚が入っています。さてそれは何でしょう？突然ですね、何だと思います？何でしょう、お考えください。何だと思います？秋、サンマ、サンマ、松茸だ、松茸、風味で押すなら松茸。正解はシャインマスカットでした。皆さん分かりましたよね。簡単でしたよね。シャインマスカットが入っていて白あんで包んで周りが牛皮で、あら、もう急いで買いに来てください。急いで、もう終わっちゃいますから、10月。福田市長に一言お願いしてもいいですか？福田市長、元気ですか？ご無沙汰してます。また新脇の方に遊びに来てください。ついでに、はい、ついでにでいいんで、はいはい、あつしさんっていう MC の方にも。はい、わかりました。あつしさん、こんにちは。はじめまして。切れてます。え、ほら、美味しい秋限定の和菓子をあつしさんもぜひ食べに行ってください。美味しい。なになに？あ、チューブ忘れてた。チューブね。へへみたいなやめてた。チューブ忘れてた。チューブもね、ご紹介しますが、いかがでしたか、はい、今のところ。福田市長、いかがでした？いや、本当に秋の味覚たっぷりな感じで、素材にもこだわってる感じだったですね。はい、美味しそうでしたね、どれも。ちなみにあのチューブはどこが選ばれたんですか？はい、チューブは中原区のパティスリーディヴァンさんをご紹介いたします。ご存知ですか？こちらは東急東横線の元住吉駅から徒歩10分、うん、フランスで修行経験があるシェフが作るケーキはどれも絶品なんです。ね、とっても大人気のお店なんです、うん、わ、いいですね。美味しそうですね。あ、シュークリームすごい美味しそうですね。わあ、いいですね。福田市長も、ね、ご存知の、もうよく知ってます。ものすごく美味しいです。あ、そうなんですね、はい、ということで今回は番組スタッフの柏倉さんが、はい、秋スイーツを持ってきてくれました。いや、嬉しい。どうぞ召し上がってください。ありがとうございます。はい、では、いただきます。はい、美味しそうですね。はい、どれも本当に素材にこだわってるみたいですよ。これ市長のかぼちゃのタルトですかね。かぼちゃのタルトですね。どうぞ召し上がってください。栗のタルト。どうですか？あ、美味しい。美味しい。濃厚。うん。さあ、栗いただきます。栗のタルト。美味しい。お茶飲みたい。お茶飲みたい。お茶。スイートポテトもいただきます。美味しい、うん。意外と甘さ控えめなんですよ。うん、あ、そんなね、うん。うん。すごいしっとりしてる。うん、栗の香りすごいですね、これ。秋のね、うん。どれも秋らしいスイーツですよね。うん。うん、本当に川崎にはね、たくさんスイーツの店あるんですね、はい、でもごくごく一部ですよね、今紹介した3つですから、うん、まだまだもう本当にあの世界的な有名なですね、はい、あのパティシエのお店から、はい、地元に本当に根付いて愛されてるお店までたくさんありますからね、うんうん、ぜひ皆さん行っていただきたいですね、スイーツ巡りしたいですよね、川崎でね、スイーツ巡りとかもしたいしたいですね、いいですね、川崎スイーツ天国ということで ね、 ね、 いいね、あ、福田市長ありがとうございます。ありがとうございます。さあ続いてのコーナーは、はい、福田市長の川崎のフェスを見に行こう。行こう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 。さあ始まりました、はい、このコーナーフェスを見に行こうというコーナーですか、はいはい、その名の通りですか、はい、その名の通りです。もう川崎10月11月はですね、はい、本当にもうフェスだらけなんで、はい、もう毎週がお祭り、それたくさんありすぎるんですけど、はい、そのいくつかを今日はご紹介したいと思います。では早速お願いしたいんですが、はい、最初はどんな話題で、はい、最初はですね、はい、今年20回目を迎えます、はい、川崎ハロウィンですね。川
川崎ハロウィン、はい、ハロウィンということはその仮装行列が行われるということですか。そうですね、もう国内最大級の、はい、仮装行列が行われますし、はい、仮装のレベルもですね今日本一と言われています、はい、もう観衆もですね12万人を超えるというふうに言われております。12万人って何人ですか。とにかくもう川崎駅出たらもうみんな仮装だらけになってますから、はい、もうすごいことになってます。じゃあもう華やかにブワーッと色に包まれてるということですね。そうです、またレベルが高い、はい、今年の注目ポイントはどんなところですか。はいはい、今年もですねウォルトディズニー社と協力して、スターウォーズのパレードが行われますので、みんなスターウォーズの仮装されてるのが歩きます、はい、あ、今年ちなみに初めてのことってのはあります。そうですね、今年はあの川崎パラムーブメントっていうのをやっていますので、はい、車椅子の方もあの参加できるパレードだとかですね、みんなで楽しむパレードということですね。ですね、ちなみに福田市長は仮装されるんですか。はい、もちろんします。もう2回着替えますから。2回着替えます。本当ですか。あの中途半端じゃやりませんから。もうなるほど、がっつりやりてみます。これ何に仮装するかは当日まで秘密ってこと。秘密なんですね。 C3PO と見た金ピカの師匠が見れますよ。まあ、土日開催ということでね、はい、ぜひ皆さんお出かけいただければと思います。はい、では続いてご紹介お願いします。はい、2つ目はですね、はい、39回目を迎えます川崎市民祭りです。はい、39回とかなり歴史があるイベントですね。そうですね、これはこれも大きくてですね、はい、3日間でなんと55万人を集めるという川崎市内最大のお祭りです。さっきの12万人もそうですけど数えましたね、はい、これは。いやもうそれ本当に55万人をカウントするという、ね、すごい大きいです。技術を持った方がいらっしゃるんですね川崎には。具体的にはどういったものなんですか。そうですね、あのパレードだとか、うん、まあ、舞台のイベントとかもあるんですけども、はい、全国の36の自治体からですね、うん、物産展も行いますので、はい、もうものすごい人気です。いや食べてよし見てよしもう大興奮のお祭りということですね。そうですね、はい、はい、そして続いて音楽関連のフェスもあるという聞いたんですか。はい、第2回目を迎えます、はいはい、川崎ジャズいうのがあります。ジャズなんですね。はい、おしゃれ。ジャズっていうだけでおしゃれですね。ね、ミディアね。どういった内容なんでしょうか。これ今までですね、世界的なジャズフェスティバルであるスイスのモントルジャズフェスティバルってやったんですが、去年から川崎ジャズになりました。うん、で川崎の南から北までですね、はい、街中がジャズに包まれる10日間になってます。フリーライブもたくさんありますからね。では初心者の方でもまずはフリーライブに行ってみて楽しめるってことですね。はい、そうですね、ジャズの入門編としてもいいということですね。はい、もう世界最高のミュージシャンから学生さんまで。すごいですね、はい、川崎いろんなイベントがあるんですね。ありますね、ほんとお祭りですね川崎は。ね、楽しみですね、毎日毎週末ですね。はい、だからこの詳しくはホームページ見ていただければ載ってますので、うん、はい、ぜひ皆さんね、遊び行ってください。 ね、本当にね、スイーツもありますし、行きたいですね、ちょっと、うん、そして市長の C3PO も見てました。C3PO なの、これは勝手に決めてます市長。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ続いてはプレゼントです。今回は JA セレサ川崎から川崎農産物ブランド川崎育ちに認定されている中原区のパンジーを5人の方にプレゼントします。はい、パンジーはね、中原区の花ですので、ね、うん、ぜひぜひ皆さん応募してください。はい、ご希望の方は10月29日土曜日までにご覧の宛先までご応募ください。はい、番組ホームページからメールでも受け付けています。はい、なお商品は JA セレサ川崎からの直接発送です。はい、お待ちしております。はい、さあ福田市長、時間もねもうあっという間ですが、うん、いかがでしたか。今日はもう伝えたいことたくさんありすぎて、はい、皆さんに伝わったかな。うん、美味しいものあり、はい、お祭りあり、はい、そして音楽ありですから、うん、はい、もうたくさんの魅力たっぷりありますから川崎へぜひ。本当ですね、はい、今いいシーズンですからやっぱり出かけてほしいですよね。うん、いろんなところに ね、川崎奥が深いです ね、はい、それではラブ川崎また来週です。